こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯作るよ。沸騰したお湯に塩、オリーブオイルを入れてパスタ麺を規定時間湯がくよ。このさ、スパサラのさ、パスタ麺、あの専用の細いのが売ってるけど、やっぱ大きなさ、パスタ麺の方がなんか美味しく感じる、私は。だからあれ、いつもね、普通のパスタ麺で作る。で、これサラダ用のきゅうりは薄切りです。で、玉ねぎも薄切りするよ。そしたら、軽く塩もみをして、でね、ハムは細切り。なんだっけ、パスタとさ、いい感じに絡まるようにね。でね、調味料の分量これです。なんかさ、あのコメントをさ、今全部読んでさ、ますますそのコスト、なんだったっけ、コストトレーダーマートだったかな、楽しみになってきてる。なんもかんも大きいんだね。あのアメリカンサイズとはよく聞くけどさ、そんなに大きいんだってちょっと楽しみ。そして何よりもね、その動画で見たマフィンがめちゃくちゃ美味しそうで頭から離れないの。なんかもう自分で作るものってさ、大体味が分かってるよ。だからその昨日ね、そのマフィン見たら、食べてる動画を見たら本当美味しそうだった。でなんかね、でかいって言ってたな、その人も。めちゃくちゃ楽しみ。でもね、しばらくは絶対多いでしょう。まだだってオープンして1週間、だから多いね。もう秋口かな、行くとしたら楽しみです。で、私がね、また余計なこと喋ってる間にスパサラができた。で、これはね、ニンニク炒め用のきゅうりは5ミリ幅ぐらいに切るよ。そしたらニンニクの芽を取り除いて薄切りにするよ。あのベシッて潰してから切ってもいいし、もうどげんでもいいよ。でね、ごま油を熱してこのさ、ニンニクからいい匂いがするまで炒めるよ。このニンニクの匂いってすごい食欲をそそるよね。ニンニク大好きだからさ。そしたらね、ニンニクからいい匂いがしてきたら、きゅうりをどさっと入れて炒め合わせるよ。で、まだきゅうりがシャンシャンしてるから、ちょっとなんて言うんだろうな、半透明っていうのかな、半透明ぐらいになるまで炒めて、そしたらね、あの酒ジャバーって入れてさ、でね、この何、アルコールを飛ばす。そしたら鶏ガラだしと塩コショウ、これもね、ニンニクが効いて美味しいです。つまみにもなるね。酒飲みが作ればさ、なんかしらつまみ要素があるがね。
でもこれでね、きゅうりのにんにく炒めの出来上がりです。そしたらね、お味噌汁はじゃがいも、人参、玉ねぎ、小松菜です。もうね、小松菜は後入れだけど切っとく。そう、ほんであれやって、あれがサーモンは売ってなかったらしい。もうね、行ってきたよっていうコメントがあってさ、サーモンなかったんだって。なんかさ、コストコのサーモン美味しいって聞くのよ。そしてあれ、どこだ、神奈川のさ、友達がさ、もう友達も言ってたの、コストコのサーモンは美味しいって。でまた色も綺麗な色をしてたからさ、なかったみたい。楽しみだったのに、しょんぼりもんじゃ。サーモンはあれだね、うちはさ、サーモン、鮭はトトが食べないからあんまり買わんけど、私は好きなのよ、子供たちも。だからもうサーモンはあそこだ、あそこどこけあれよ、業務スーパー、業務スーパーにも売ってるから、業務スーパーのを買ってみよう。美味しいよね、サーモン。サーモン、鮭どう違うんだろう、よくは分からんけど。あら、そしてさ、ホイコーローの材料の分量も消えちゃったね。野菜が大渋滞してたけどね、だいぶ消費してきてる。そしたらですね、調味料を合わせるよ。分量はこれです。ホイコーローはね、とても娘も大好き、私も大好き私は嫌いなものの方が少ないかもしれないな。まあ、嫌い、本当に嫌いって言ったら、納豆はちょっとって感じ、食べられない。昔はね、ひきわり納豆だったら食べれたんだけど、ちょっとね、匂いでうってなっちゃう。でね、油を熱して、これね、巨大中華鍋巨大中華鍋だけどね、やっぱこの大きさでさ、鉄だよ。でさーっと炒められるからね、全然美味しさが違う。これはね、買ってよかった。重たいけど、重たくて鍋持てないけどさ、買ってよかったな。このさ、シリコン調理スプーンがめちゃくちゃちっちゃく見えるよね。もうほんとね、おいしくできる。うちほら、やっぱ大量に大量に作るよね、よく大食いだからかわかんないけどさ、作る量が多いけど、この34センチの中華鍋ならね、とちょいのちょいってできて、ほんとうまい野菜もどさっと入れたら炒め合わせて、そうそう、昨日はね、これ厚切りのさ、お肉でね、ホイコーローしたけど、またこれが食べ応えがあって美味しかったで、そしたら合わせ調味料です。でも全体を炒め合わせて、触れないって思う、分かってんのに、いつもの癖でさ、ガサガサ揺さぐってしまうのね。でね、もうこれでホイコーローも出来上がりで、材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っとくね。ではでは、バイバイ。